こんにちは中村です。いつもご視聴ありがとうございます。このチャンネルではインベンター 3D CAD の使い方や機械設計についてお話ししています。今日はベルトプーリーの機能についてお話ししていきたいと思います。ベルトプーリーの機能は以下の3つですね。1つ目、減速増速装置として使われる。2つ目、軸間距離を長く取れる。3つ目、弦動側と柔道側の回転方向が同じ。 以上3つがね、基本的な機能となります。今日もインベンターのアニメーションを使って詳しくご説明していきます。こちらがベルトプーリーを使った減速機構になりますね。減動側、モーター側が小さなプーリーですね。で、右側の方が大プーリー。ということで、左側の減動側から入力されたトルクが右側の大プーリーの方に伝わります。ちょっと動かしてみます。 はい。このように左側から入力された回転トルクが右側の大プーリーに伝わりますで。この場合は減速しているので右側のプーリーの方がゆっくり動くと。こういう機構ですね。で、歯車と違うのは、原動側と柔道側で回転方向が同じということですね。このように入力側、原動側と柔道側の回転方向が同じという特徴があります。 比べてみるために、平歯車の場合も見てみましょう。はい、こちらが平歯車の減速装置ですね。少し動かしてみます。はい、平歯車の場合は、入力側の原動側と、柔道側の回転方向が逆になりますね。これがベルトプーリーと平歯車の機能の違いの一つですね。 はい。二つ目の特徴の軸間距離が長く取れるというやつなんですけども、この平際の場合は、当然ですけども、矢の噛み合いが必要なので、軸間距離っていうのが決まってしまうんですね。これは波数に依存してくるので、軸間距離を長く取ろうと思っても、物理的な限界がありますよね。で、これがベルトプーリーになると、はい。このように軸間距離をある程度長く取ることができます。これがベルトプーリーの大きな特徴で、 柔道側のプーリーからモーターの距離を離しておきたい時にベルトプーリーは大きな威力を発揮します。これが二つ目の特徴ですね。いくらでも長くできるわけでもないですけども、ある程度の距離なら十分に長く取れるというのがベルトの特徴です。正面から見るとこのような感じですね。モーターから離した位置に大プーリーを置くことができます。でギアの場合は、はい、このように近い距離でしか置くことができません。これはね、プーリーの最大の魅力だと思いますね。 もう一つ付け加えておきたい特徴として、平アは騒音が結構大きいんですね。こうやって回してると、回転数がある程度以上になると、音がするんですね。ブイーンっていう音がするんですけども、もちろん材質によるんですが、ベルトプーリーはその音がほとんどないですね。これも特徴の一つだと思います。回転数が数百回転にもなると、平アは必ず音がしますね。これ私の経験から間違いないです。でベルトプーリーは回しても音がほとんどしないですね。 騒音が気になるような卓上機とかね、そういうものに関してはベルトを採用した方がいいと思いますね。ですからベルトプーリーは静かで回転方向が同じ軸間距離が取れると、そういう特徴になります。 それで今ここで示しているプーリーはタイミングベルトというベルトのプーリーですね。タイミングベルトっていうのはどういうことかというと、原動側と柔道側の回転比をピタリと合わすことができます。これは歯車と同じで、歯が噛み合ってますので、回転の位相が狂わないということですね。例えば身の回りで言うと、エンジンのタイミングベルトですね。バルブを開け閉めしているカムシャフトのタイミングとエンジンの回転。これぴたり とととかないと排気ができないいいい吸気気排ががでできのののそういうこころに使われているのがこのタイミングベルトですで、すタイミングを合わせる必要がないようなベルト、例えばボール盤のね、駆動とか、そういうものには V ベルトが使われてます。回ればいいと。それなりに滑っても別に大丈夫ですよというものは V ベルトが使われていますね。それともう一つの特徴は、ギアとベルトプーリーの機構を比べると、ベルトプーリーの方が コスト的に安い傾向がありますね。サイズにもよるとは思うんですけども、ベルトプーリーの方が若干コストが安いという印象を受けています。それから組み立て性のお話をちょっとしておこうと思うんですけども、ベルトプーリーの場合は、このプーリーの軸間距離をさほど気にしなくてもいいんですね。この軸間距離を機械加工でバッチリ合わせる必要はなくて、ベルトをね、後から貼るような方向に持っていって、まあ小プーリーなり大プーリーの方に長穴を切っておいて、 ベルトを張ると針を調整するという組み立て方をするのでそういう意味で言うと機械加工が少なくて済みますねで平際のように刃の噛み合いがシビアになってくるとピニオンと大歯車の軸間距離をきっちりと合わせないといけないですねこれが 0.1mm0.2mm、mm、狂ってくると刃当たりの問題が出てきますし この面の合わせ方、歯車の面をしっかり合わせておかないと、歯当たりがね、偏ってきてしまって、歯車の寿命にも影響してきますね。ですから、歯車の組み立ての方は、そのあたりで機械加工の機械交差とかね、軸間距離の精度とか、そのあたりにも気を使わないといけないので、相対的にコストが上がってくる傾向にあります。では、何でもベルトプーリーにできるのかというと、そうではなくて、ベルトで受けれるトルクには、やはり限界があるんですね。 ベルトはゴムなので、やはり大きな張力は受けれない、大きなトルクは受けれないということになります。えベルトの中にね、金属が入ってて、引っ張り力に強くしてある特殊なものもあったりするんですけども、やはり大きなトルクですね、大型機械なんかのものには歯車を使わざるを得ないということになります。はい、こちらがベルトメーカーの 一つである三つ星ベルトさんのホームページですね。先ほど紹介したようなタイミングベルトと V ベルトが書いてあると思います。で、種類分けとしてタイミングベルトは噛み合い電動と書いてますね。V ベルトは摩擦電動と書いてます。まあ、その名の通り、タイミングベルトは歯が噛み合って動力を伝えると。で、摩擦電動は摩擦力だけで伝えるということですね。 V ベルトは V 溝にはまっていってトルクがかかると V 溝にどんどん食い込むような感じでねえ、摩擦力を安定させてトルクを伝えていくと。そういう感じですね。で、噛み合い電動の方は刃が噛み合ってるので、え必ず正確に刃の回転数を、動力の回転数を伝えるという機能がありますね。まあ、このように色々な種類があってねえ、詳しい能力の違いがあるので、設計条件によってね、選んでいただけたらと思います。 概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしければ後でご覧になってください。はい、それでは今日の動画は以上となります。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。